ラリーフィンランドは、フィンランドで開催される世界ラリー選手権のイベント。九勝戦コラリー。毎年50万人が訪れる北欧最大の、モータースポーツの祭典である。2012年、モリー・テーラー1951年に、ラリー・モンテカルロの予選、ユバスキュラン・スール・アヨットとしてスタートし、1959年には、センレークスラリーとして、ヨーロッパラリー選手権、 1973年からは WRC のレースに組まれる。1994年以降現在に至るまでフィンランドの石油会社ネステが冠無スポンサーを務めている。2020年は新型コロナウイルスの影響により開催中止となった。開催地はフィンランド中部の学園都市イワスキュラの周辺。 美しい湖と新葉樹の森に囲まれた林道を走るグラベルコースだが平均速度は時速1 3 5トル、最高速度は時速2 0 0トル以上に達する WRC クッシの超高速イベントでありしばしばフィンランドグランプリと形容される。道幅は広く路面も看板室で固く平坦なためスムーズでヤンプスと呼ばれる多数のジャンピングスポットや 先の見通せないカーブやクレストが連続する。高速ジャンピングスポットでは20から30メートル級の大ジャンプが見られるが、着地地点の先にコーナーがあることが多いため、侵入角や空中姿勢のコントロールが要求され、精密なペースノートも必要とされる。名物ステージとして知られる大人宝屋は平均速度が高すぎるとしてに分割されたりルートから外されてしまったが、 2012年より3 3トルのロングステージとして復活した。スタートから6トル地点にあるジャンピングスポットには飛距離測定用の標識が立てられ、2003年にはマルコ・マルティンが5 7ルの最長記録を残している。地のりがある北欧勢が強いラリーとして知られているが、クローンホルム引退後の2008年以降は若干その 傾向が薄れ11年間で5勝にとどまっている。それでも北欧以外出身の優勝者は、未だ7人と少ない。長年マルク・アレンが最多勝記録である6勝及び、連覇記録3連覇を保持していたが、1994年から98年にかけて、富間記念が連覇記録を後に更新し、2007年には、マーカス・グロンホルムが7勝目を飾って最多勝記録を、 更新した。ありがとうございます。